ウィー、じゃあフロストパンク実況プレイやってきます。前回食料問題解決しきれなかったんで、今回食料問題を解決したいんだけど、まず問題がね、あったかい場所がないっていうことなんだ。で、あったかい場所を作る方法をちょっと考えたんだけど、ここのね近くに作るしかないと思うんだ、このジェネレーターの。でね、ジェネレーターの近くにはもう建物がいっぱいあるのよ。だからスペースがないんだけど、建物壊せばなんとかなる。だから、しゃあないからもうちょっと一個ね、テント壊そうと思う。で、テント壊して、その上に、調理場を作るわ。そうすると、まあ、ちょっと人がさ、なんていうの、10人ほど家がない人ができちゃうんだけど、それはもうちょっとしょうがない。それはちょっと諦めて、とりあえずみんなの上を満たすことが重要と考える。だから、このテント壊して、解体して早く。こっちの解体、ちょっとそんな急がなくていい。あ、まあでももうここまで行ったらいいわ。やってくれ。でね、多分食料問題が今一番やばいんだよね。で、これ一応空腹今25人って書いてんだけど、でね、生で食材食ってんだよね、おそらく。この人たち。なんかその調理場を作って、でそれで食べ物を提供するっていうのが一番いいらしいんだけど、今ね調理場がないから、ハンターが取ってきた肉とかを生で食ってる状態だと思う。腹減りすぎるとなんかめちゃくちゃ生で食料食い出すって話らしいから、おそらくね、それで俺の予想なんだけど、生で食料食うとそんなに多分腹も回復しないし、病気なんだよね普通に考えると。あ、なんか言ってきたぞ。あ、食料ね。キャプテン、一部の人々が食料不足について話し合うために来ています。何日もの間空腹が続いており、飢餓状態に陥り始めるのではないかと怯えています。何か手を打ってほしいと要求しています。彼らに食事を与えましょう。彼らに食事を与えて食料をいくらか備蓄しましょう。今はこの問題に対処しません。ああ、これね。うん。これでもね、もう結論決まってんだ、俺。うん。お前ら、今はこの問題には対処しない。どういうことですか、キャプテン。私はすでにそれについて手を打っている。だから安心しろ。もうすぐ、お前たちの目の前に、調理場が現れる。そう、その調理場で、お前たちは生の食材じゃなく、調理できたローストビーフが食えるようになるっていうことだ。だから安心しろ。多分ね、ここだったら、あったかいになってくれると、まあ、あったかいではないけど、肌寒いなら大丈夫。うん。で、この調理場がさっき作ってたんだけど、肌寒いだったら稼働しないんだよね。寒すぎるとどうやら稼働してくれないらしくて、そんなこと言ってる場合じゃないんだけど、肌寒いじゃないと私たち働きませんって言われちゃってんだよ。寒いぐらいなんとでもなるでしょ。なんかさ、なんとかなるよ。ちょっと寒かったら、まあおしくらまんじゅうでもしてなんとかすりゃ、まあ肌寒い程度にはなるでしょって思うんだけど。で、この状態になったら、多分稼働してくれるから、あ、まあ、閉鎖、今は、時間が、閉鎖時間か。夜は働きませんか。なかなかあれだな、強気な態度だね。食料なくて死にかけてる割には、ちゃんと、労働時間守るんだね。すげえな、めちゃくちゃあれだな、我が強いね。普通そういう、危険な状態だったら、あれだよ、労働時間じゃなくても、ね、まあ口に出して明言するわけではないけれども、どうすればいいか分かりますよね、皆さん。私はまあそれ以上は何も言わないけど、たとえ労働時間じゃなくても、自分の意思で働く分には私は何も言わないからね。働くのはもちろんその労働時間だけだよ。労働時間以外に働いちゃ法律違反だから、それはダメです。でもね、自分の意思で勝手になんかやってくれる分には、私は特に何もそれを見ることはしないから大丈夫ですよ、あなたたち。まあでもこの時間は閉鎖してるのね。うん、分かった。うん、そうだね。うん、分かる分かる。そういうこと分かるよ。建前とは言わない。建前なんていう言葉は使わないけど、閉鎖してるってこう言わなきゃいけないわけね。うん、システム上は閉鎖してるっていう風に見えるけど、まあ、閉鎖してる中で何かやっているっていう可能性もまああるからね。うん、
その観点において私は何も言わない。私はこの時間は労働者は働いちゃいけないから、この建物を閉鎖してますっていうふうにここに、ちゃんと表示してるだけでだよね、見た目だけだよね、それ。閉鎖してるっていう体ですよっていうことでいいよね、分かった。それならもう何も言わない。で、食料問題がまあこれで多分なんとかなるとして、あ、そうか、ホームレスができちゃったんだ。さっきここで潰しちゃったから、ホームレスできちゃったから、一応ね、テントも建てれるから、テントはちょっと肌寒くてもまあいいんじゃないの。ここに建てよっか。まあさすがに何もこうさ、吹きさらしんところで寝るよりはさすがに家があった方がまだマシでしょっていう考えで、テントは建てる。まあちょっと寒い場所だけど、ここは我慢してねってことで、あったかい場所に住める人たちは、まあ頑張ってる人たちとかお子さんたちで、まあちょっとあんまり頑張ってない人はちょっとここに住んでもらうっていう、そういう感じにしよう。そうすればみんな多分労働意欲が湧くと思うから。早くなんか稼働してほしいな。食料どんな風に動き出すのか、この調理場がどういう風に稼働するのかちょっと見てみたいんで、稼働してほしいんだけど、今確かあれだよね、6時から夜の12時までこの人たち生活リズムがあるらしくて、で基本的に働く時間は8時6時らしい。だから8時にならないと多分これ動き出さないと思うけど、あ、なんかさっき早送りできるってチュートリアで言ってたな。早送りどうやんだっけ？早送り早送り。あ、これか。ちょっと8時ぐらいまで早送りしてみるか。今は6時。結構時間経つの遅い。8時ぐらいまで早送り。何？あ、これなんか。労働者が必要です。やることがたくさんあり、手が足りない状態です。この問題の早急な対処法は、子供を仕事に就かせることです。やりません。子供は未来の重要な財産です。そして、子供に働かせることは、YouTube のポリシーに違反します。だから私は子供に労働させることはしません。8時まで。スキップしましょう。8時になった、8時になった。お、動き出した。機能してんじゃん、ちゃんと。よしよし、オッケーオッケー。これで食料がいっぱいできるでしょ。ここら辺がさ、どんどん溜まっていくと思うんだよね。どんどん溜まっていかないね。なんで？ハンター稼働してる、ハンター小屋。もっとハンター小屋いっぱい人やって、人集めよう。なんかわかんないけど。あ、そうか、ハンター小屋は夜に稼働すんのか。あれ、さっき夜に集めてなかった食料。違ったっけな。もう、あれかな。集めた食料、生の食料、肉とかを全部調理しきったってことかな。生産を開始、再開できませんでした。要件生食材だから。まあ、今は生食材がないから生産できないっつってんだよね。まあ、それは当たり前のことだから、しょうがないわ。もう一回じゃあ夜が来て、で生食料がここにちゃんと備蓄されるかっていうのを確認しよっか。夜までスキップしよう。でもだいぶいい感じになってきたな。石炭も十分500個あれば、まあさすがにこれでジェネレーターが止まるってことないから。でこれはあれでしょ、木材で、木材もちょこちょこ集まってるからいいね。これなんだ、より多くの病床が必要。キャプテン、一部の人々が未治療患者の数が増加していることを懸念しています。問題に対処するよう要請しています。あー、そうね。まあいっか、救護所建てよっか。木材も余ってるし。はい、わかりました。じゃあ救護所建てます。お前らの命が何より大事なんだ。だからキャプテンは救護所を建てる。はい、救護所建てます。で、夜に行こう。夜に行って。で、これで今、ハンター小屋が多分稼働してると思うんだけど、稼働してるでしょ？あ、いいね。狩猟は通常12時間かかります。だから、いつから働くんだっけ？これは。あ、18時から6時が稼働時間。何時間働いてるの？
12時間働いてんのか。あ、で、通常12時間かかります。だから、朝にならないと食料が増えないってこと？まあ、そっか。じゃあ、朝6時まで待ってみようか。食料増えないかな。なんだ？なんか起こった？出た。初めての切断術。この患者の命を救うために切断術を行わなければなりませんでした。結果としてこの患者は働けなくなるでしょう。そうですか。なんかちょっと手打ってみる？介護施設。重病人と切断患者は特別施設にて低料金で介護されます。はあ。介護施設ってのを作れるわけね。で、それ作ると、介護施設を追加する必要がありますか。はあ、まあ、なんか施設追加するだけで、ね、人々が幸福になるんだったらいいんじゃないの。作るよ。介護施設どれ？これ？介護施設作ろっか。じゃあ、ここら辺。これまたあれかな？あったかくないとダメみたいな、そんなやつじゃないかな？大丈夫かな？一応、ここら辺に作っとこう。じゃあ、このね、食料所で作っ、なんだこれ、調理所？あ、テントか、これ。間違ったわ。あ、調理場で作ったもん、すぐに介護施設に運べるかと思ったけど、間違った。テントだったわ。すまん。お前ら。間違った。じゃあ、とりあえず俺今ね、食料問題の方がまず気になってるから、約束が履行されました。あ、なんか分かった。はいはい。いいことでしょ、とりあえず。6時にしてみて、生食料が増えるかちょっと確認しよう。5時。うん、分かった。はい。6時にして6時。あ、OK、OK。うん。ん？増えない？あ、増えた、増えた。OK、OK。うん。あ、15パー日ってことは、1日に15食料持って帰れますせっていうこと言ってんのか。で、今15食料あるってことか。ああ、分かった、分かった。で、こっちは、調理場は2生食材から4両食を生産しますだから、15今食料と生食料があるから、30の食料が作れるってことだよね、多分。8時になったら稼働するから、ちょっと見てみようか。このまま。8時になったら稼働するんだね。稼働してすぐ食料って作り出せるもんなのかな、でも。なんか準備時間とかいりそうだけど。お、作り出してる、作り出してる。32パージ。あ、早いんだね。じゃあ、すげえ、やっぱり。あ、そういうことか。なるほど。めちゃくちゃ早いね、作るの。だからもう一瞬だわ。朝8時に、調理場がオープンして、そんでもう9時になったら、全部調理し終えたから、おしまいって言ってみんな、あとサボるってことでしょ。何考えてんの？そんなアホなことある？そんなアホなことないでしょ。2人でいいわ。働くの。労働者1人とエンジニア1人で回せるわ、そんな。1人でも回せる。ちょっと1人のシフトはやばいから2人にさせるけど、なんか1人だったら何にしでかすか分かんない可能性があるからちょっと怖いんで。じゃああれか、ハンター小屋もっと増やした方がいいね。ハンター小屋増やして、で、生食料をもっといっぱい集めてきた方がいいんだね。うん。ハンター小屋増やそうか。ハンター小屋増やすには、ハンター小屋作ればいいんだね。そっか、まあそうだよね。普通に考えれば食料を取ってくる方が、料理するよりも時間かかるよね。鹿一頭取る、その、苦労と、鹿一頭から、その、なんていうの？肉をさ、調理する手間考えたら、まあ、調理の手間の方が確かに少なそうな気がする。そうなの？ちょ、わかんない。どうなんだろう。あんまり変なこと言うと、シェフの方からお叱りを受けるかもしれないんで、ごめんなさい。ちょ、そこまでは、あんま言えないけど。でも多分さ、これはシェフとかそういうレベルの調理場じゃないと思うよ、俺。なんかたださ、取ってきた肉を焼く程度のレベルの調理場だと思うから、まあそれ考えると、ハンティングの方が絶対大変だと思う。まあハンティングじゃなくてもさ、野菜とかさ、お米も多分そうだと思うよ。お米とかも取ってきてさ、精米するまでの工程、スーパーにお米が並ぶまでの工程と、あとそのスーパーのお米買ってきてさ、家で米炊くっていう手間だったら、家で米炊く手間の方が絶対少ないと思う。だって普通に米作るの1年ぐらいかかるから。
まあそれ考えると妥当だよね。生食料を手に入れる方が手間かかる、でその生食料を調理する方が手間がかからないっていうのは妥当だから、まあ調理場の方は少なくていいわ人で、それでハンティングの方に力鎖子、これでいい、これでいいバランスのはず。はい、次。怯えた患者1名が死に直面していますが、彼はそれでも切断術を拒否しています。叫び続けており誰にも足を触らせません。おー、きついね。これなんだ、エソによって死ぬのが時間の問題にもかかわらず彼は意思を曲げないでしょう。うわー、やだね。これ俺に判断させるの、それ。あの法律としては、あの荒領事は可能にしておりますんで、あのあとはね、あの診療所の責任で、あの判断していただいてよろしいんですけれども、私はあの荒領事を署名しました、うん、なので私は私の責任を果たしたんで、あとはあなたたちでやってほしいんですけれども、あなたたちはどうしたいですか、うん、そう、あの診療所の判断をまず聞かせてほしい。診療所の判断は何ですか。診療所の判断は書いてないね、うん、ちょっと書面には載ってないけど、そうですね、うん、あの分かりました。じゃあ、あの後で提案書を提出していただいていいんですけど、まあおそらくこれをあの言ってきたっていうことは、あの怯えた患者をそのままにしたくなくて、足を切断してでも彼を生かしたいっていう判断ですね、あなた方の判断は、うん、そういうことですね。それでよろしいんであれば、あのそういう風な書面を提出してください。で後で提出してくれるんですね、わかりました。じゃあ良いでしょう。あなた方の判断がそういうんであれば、まあ私も彼の足を切ることに対してやぶさかではありません。はい、これでまあ一人なんとかあの生き残れたってことでしょ。ちょっとかわいそうだけど、まあしょうがない、痛みに耐えて生き残って、そういう苦しい決断をしなきゃいけない時はある。おそらく人生において幾度もそういうことはあるでしょう。でもまあね、実際どうなんだろうね。そういう時になったら確かに俺も泣き叫ぶわ。そら足切られるのか死ぬのかどっちか判断って、もうそんなの地獄だよ本当。どう考えても。まあでもどうなんだろうね実際、うん、難しいとこだと思うけど、生きてれば幸せって、生きてれば儲けもんなんて、そんな話もあるけど、まあそんな簡単なもんじゃないと思うよ。やっぱり生きてる方が辛いっていうことの方が結構多いかもしんない実際は。まあこれはゲームだからそこまで深く考える必要はないけどさ、なかなか考えさせられるゲームではありますね。はい、で食料問題の方はどうなりましたか。生食料1個あるんですか。あ、ハンター小屋2つになったね。そこ割り当てようか。そんで動作不能ですね。うん、これまた寒いっていうこと。あ、道路に隣接してないの、ごめん。道路を建ててなかったか。道路は、道路ってでも、なんか資材いらないのこれ。道路、ちょっとぐちゃぐちゃだな。まあいいや、これで道路とりあえず作ろっか。道路に面してりゃ、とりあえずなんか動いてくれるっぽいから。ハンター小屋あれかな、そこまであったかくなくても動いてくれるってことなのかな、じゃあ。だったら嬉しいんだけど。ハンター小屋どう？あれ？あ、ちょっと暖かくなった、なんか。これあれかな？外気温ってことかな？ 30 度って、マイナス30度って。なんかそういや、さっき、天気予報が見れるとかなんか言ってたっけ？これ？これが室温。7日。7日目ってことか。あ、天気予報ちょっと見せて、天気予報。なんか、先の天気見れるとか言ってなかった、さっき。どうやるんだろう。まあ、後でまたちょっとチュートリアル見るか。とりあえず今はあのマイナス30度だからそこそこあったかいってことだね。うん、いいことだ。で、ハンター小屋はこれで稼働したね。道路がつながったから、ハンター小屋稼働したから、これで、1日30生食料多分手に入れれるから、で1つの生食料から2つの糧食、まあ多分食事を作れる
わけだから、60の食事が1日で作れるってことになったから、だいぶこれでいいんじゃないの？さすがに前に比べればだいぶ減ってくると思うんだけど、いかがでしょう。まあ空腹状態ね、対応してるからいいよ。まあ、今対応してます。なんか不満がちょっと上がってきてるな。ああ、これをなんかあれか、ちゃんと維持しないと、まあ多分街が崩壊するか、あるいはキャプテンの私が責任を取らされてギロチンにさせられるか、そんな感じか。うん、まあ今んとこそこまで不満はなくて希望があるからいい感じじゃないの。うん、いいね。これで多分だいぶ安定してきたと思うんで、ちょっと次回あれかな、なんかコンボイの仲間って言って、多分これね人増やせると思うんで、ちょっとなんか仲間を増やしていきたいと思うんで、次回そこやっていきたいと思います。はい、今回はだいぶいい感じにあの食料問題解決できたと思うんで、ごめんなさい噛んじゃいました。今回だいぶいい感じに食料問題が解決できたと思うんで、次回は仲間を増やしてみたいと思います。はい、じゃあ面白かったら次回また見てね。バイバイ。